どうもバーマーモスの田中です。今ですね、夕方なんですけれど、いろんな雑務を終えましてね、ちょっと一息ついてるところなんですけれど、こちらのですね、バーマーモスなんですけれど、長崎県の諫早市というですね、ちょっとした片田舎にあるバーなんですけれど、2001年にの11月に開業しましてね、もう現在20年半ですね、開業してから経っております。開業した当時のね、自分からしてみたら20年まさか続くとはもう夢にも思ってなかったと思うんですけれど、結果ね、今20年続いておりまして、もちろんですね、多くのお客様に支えていただいたおかげでっていうところあるんですけれど、もしですね、誰かにこう聞かれたとしましょう。この20年間お店をやってこれた秘訣は何でしょうかと聞かれたとすれば、僕はね、真っ先に答えると思うのが、店舗が広かったことが経営を続けられた一番の大きな理由じゃないでしょうかと答えると思うんですね。つまり当店の一番の大きな武器はこの店舗の広さだったことじゃないのかなというふうに感じているわけなんですね。もちろんちっちゃな要因はいろいろありますよね。他にもね、努力してきた部分もあるんですけれど、でも一番ね、経営を助けてもらえたのはこの店舗の大きさだったのではないかなというふうに考えているわけなんですね。ですね、20年前に僕がバーを始めようと思った時はですね、ど素人だったわけですから、当時思ってたことはね、ちょっとこじんまりとした10席ぐらいのちっちゃなバーをやりたいなというふうに考えていたわけなんですね。そりゃそうですよね。だって何の経験もないわけですから、いきなり大きな店舗なんか怖くてできないわけですよね。ですし、そんな大きなリスクも背負いたくないというふうに思っていたわけなんですけれど、結果的にね、ここの物件がちょうどスケルトン状態でして、ゼロからね、自分で設計して作り上げたわけなんですけど、結果的にはね、こんな大きな店舗になってしまいましてね、なかなか大きなリスクを背負って開業したんですけれど、本当に結果論なんですけどね、この大きな店舗でよかったなというふうに思っているわけなんですね。この大きな店舗によって、この20年間経済的にですね、経営を助けてもらえたんじゃないかなというふうに考えております。そんなわけでね、今日は店舗の広さの、魅力、そしてメリット、デメリットについてもちょっとお話したいなと思います。そんなわけでですね、このママヤンチャンネルは、バー経営に関することですとか、バー全般に関すること、バーテンダーに関すること、お酒に関すること、飲み食い動画などを中心にお届けしておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それからですね、いいねですとかコメントもいただけると大変励みになりますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。それではですね、まずこのね、大きな店舗のメリットの一つ目なんですけれど、大人数のお客様を受け入れることができるということなんですけれどね、これもちろん当たり前のことなんですけれど、何組のお客様もね、受け入れることができますし、何人のお客様も受け入れることができると、すいませんいっぱいなんですよって言って返すことっていうのはね、そうそうあることではありません。大体のね、大人数のお客様を受け入れることができるわけなんですけれど、ただね、僕がここで言いたいのは、そういう何組も受け入れることができるというよりも、大人数のお客様の予約を受け入れることができると言った方が正しいかと思うわけなんですね。大人数のお客様の予約と申しますと、例えばね、結婚式の二次会でありましたりとか、忘新年会ですとか、歓送迎会でしょ、同窓会もありますしね、各種その打ち上げとかね、宴会ですよね。そういったわけでね、大人数のご予約っていうのは結構あるわけなんですね。もちろんね、そのコロナ禍に入ってからは、そういう機会は少ないんですけれど、これまでを考えてきますとね、そういったね、大人数のご予約のお客様に、随分助けられてきたなというふうに考えるわけなんですね。要はその大人数の予約を受け入れることができるというところなんですけれど、例えばですよ、結婚式の二次会をしますとなりましてね、幹事さんからすればですよ、何人集まるかなんてなかなかわからないですよね。結婚式なんていうのは何人来るか分かるにしてもね、二次会まで何人来るかなんてなかなか想像できないじゃないですか。でね、もしかしたら50人行くかもしれないと、30人ぐらいかと思うけど、もしかしたら50人行くかもしれないという時にね、例えば30席のお店っていうのは予約しないですよね。最悪の場合みんな入れないわけですから。というわけで、やっぱりそういった時はね、どうしてもやっぱキャパが広いところを選びますよね。当店はマックス50人ぐらいまで行きますので、そういうリスクがある場合ね、やっぱり人数が何人になるかわからない場合っていうのは、こういった大きなお店っていうのは選ばれやすいですよね。それっていうのは同窓会にしてもですよ、歓送迎会にしてもずいぶん前から予約しますよね。なのでその時点では人数がわからないということがありますからね。だからやっぱりこう大きなお店を選びやすいですよね、選ばれやすいわけなんですよね、そういった
団体様にですね、まあ、あとね、よくね飲食店では回転率とか稼働率とか言いますけどね、こんだけ広いと回転率はあまり意識しなくていいと言いますかね、まあ、要はお客様に別にゆっくりしていただいて結構ですっていうようなスタンスなんですよね。例えばの話ね、まあ、あんまりいないですけど、ウーロン茶いっぱいでね2時間いらっしゃるようなお客様がいたとしてもね、別に全然気にならないんですよ。ところがですよ、例えばねカウンター6席だけのお店だったとしましょうよ。でそうした時にね、あんまり飲まない人たちがカウンターを埋めてたら、もうどうかしたらね、じゃあちょっともうそろそろお帰りになっていただいてよろしいでしょうかってこう内心思うことあると思うんですよね。だってその人たちが席を埋めてた場合、次から来られるお客様をねこう返さないといけないわけですから。ですからね、お客様の長居とか全然気になりませんし、お客様を返すこともあまりないということなんですね。まあですね、あと思うんですけど、店舗がもしうちが狭かったらですね、確実にテーブルチャージはいただいてたと思うんですよね。テーブルチャージをいただかないと、逆にねちょっと飯は食えてなかったんじゃないかなと思うんですけどね。で当店の場合はテーブルチャージいただかないんですよね。いただかないで済むと言った方が正確でしょうかね。店舗が広いわけですからね、まあ、ちょっとの売り上げでもいいのでたくさんのお客様を入れたいというところなんですよね。だから別にテーブルチャージを取らなくても経営が成り立つわけなんですよ。だからお客様の立場から見てもね、やっぱり あそこテーブルチャージないから行こうということも結構あると思うんですよね。でもね、やっぱり狭い店舗でされる場合っていうのはやっぱりテーブルチャージ取らないとなかなかやっぱり経営厳しいのでですね、まあ要はね、そういった形で料金を下げることができるというメリットもあります。あとですね、まあ広いからこそできることなんですけれども、当店ねその控え室があるんですね。この控え室がねもう本当に効いてると申しますかね、作ってよかったなと思うんですね。基本的にはですね、そこも事務所代わりに使っているというのもありますし、まあね、スタッフがいた時代はねスタッフの、休憩室とかね、更衣室になってたこともありますし、僕もまあお酒を飲みすぎた日なんかは、まあ、ここでねもう仮眠を取って帰るということもありますし、あとその物置代わりに使うということができるんですね。例えばまあ、ね、60人規模のなんていうんですか、椅子がないねオールスタンディングのイベントした時なんかはね、そう椅子を全部あっちの控え室の方に直してみたりとかですね、まあ、そういったこともできますし、まあ、もちろんねこれは店舗が広くないとできないことなんでしょうけれど、あってよかったなというふうに思います。非常に便利ですね。まあ、もちろんねデメリットもあるわけなんですけれど、まあ、一応ねお話ししたいと思うんですけど、当然まあ家賃は高くなりますよね。広ければ広いほど家賃は高くなるわけなんですけれど、まあ、これだから都会ではかなり厳しいことなんでしょうけど、ただねやっぱり我々のような地方に行きますとね、結構そんなに広いからといってめちゃくちゃ家賃が高くなるとも限らないのでですね、ただね思うんですよ、まあ、狭い店舗だと当然家賃は安い、ね、広い店舗だと家賃は高くなるんですけれど、でもですね僕の感覚で言えば一本でかい予約、ね、団体様の予約をいただけると、もうそのですね、なんていうんですか、家賃の差ぐらいはもう一発で回収できるなっていう風な感じなんですよね。もう2本大きな予約が入ればもう全然十分にですねその差額は回収できるというイメージなので、まあ、だからその家賃に出ていくデメリットよりも、団体様から授かる恩恵の方がはるかに上回るなというふうなのが実感ですね。まあ、コロナ禍はちょっとね、まあ、そういうのがないので厳しい部分はあるんですけれど、まあ、これまでは明らかにそうですね、大きな店とちっちゃい店の、ね、家賃の差額分ぐらいは十分回収できるので、団体様によってね十分回収できるという感覚ですね。あとまあここね商店街にあるわけなんですけど、そういうところってね、まあ、うちだけじゃないと思うんですけれど、まあ、組合費なんか払わないといけないと思うんですよね。でそれってね間取りの広さに応じて組合費っていうのがね何万円ってこう決まってくるわけなんですよね。だいたい他のね地域の皆さんも一緒でしょうけれど、うちの場合たまたまね階段2階なので階段の広さの分しかその組合費を納めなくていいのでめちゃくちゃ安いんですよね。ですからまあもちろんね商店街の中でされる場合そういった組合費とかありますのでね、それがものすごい間取りが広ければですね、そこはちょっと高くなる可能性もありますけれど、まあでもねやっぱりこの店舗が広いことによる恩恵はもうやっぱりめちゃくちゃでかいなというふうに感じますね。あとねまあ掃除が大変という部分ももしかしたらあるかもわからないですね。まあ、当然広いので掃除は大変なのかなという意見もあると思うんですけど、これにつきましてはねむしろ広いからやりやすいっていう部分も僕の中ではあるんですね。なんかね狭いお店でごちゃごちゃ物がね置いてある、ね、ようなところですとむしろ逆に掃除ってしにくいと思うんですよね。広いので、まあ、ダスキンみたいなやつでこう掃除するわけなんですけれど、広々してるんでね椅子をそこら辺に置いても全然いいしみたいな、椅子も動かしやすいですしね、
まあ、そういったわけで、ね、なんか意外と掃除しやすいですし、それ顕著に出てるのが、ね、トイレなんですけれど、トイレもまあ割と広いんですよね。広いからその狭いところに入ってね、こう床とかも掃除できるわけなんですよ。これでもね、あの狭い店舗だとね、その狭いところに手が届かなかったりするじゃないですか。だからね、僕はもう、広いから掃除しにくいというか、広いからこそ逆に掃除しやすい部分もあるかなっていうのはあります。まあね、あとやっぱりこう店舗が広いのでね、それだけお客様がもし来られてしまうと一人じゃできないじゃないかとかね、人件費が大変なんじゃないかと思われる方がいらっしゃると思うんですね。まあ、それは実際あると思います。まあ、もしねここがバーではなくて居酒屋さんとかだったら、もう絶対一人では無理なんですよね。僕はね今もずっと一人でやってるわけなんですけれど、ここ2年はねコロナ禍に入ってからずっと一人でやってるわけなんですけれど、それっていうのはでも工夫次第でどうにでもなるかなと思うんですね。例えばまあメニューをシンプルにするとかですね、最悪の場合はですね、まあコントロールすればいいですよね。あ、すいません今も満席なんですというふうにお断りすることもまあできますよね。まあしたことないですけどまあそういったこともできますよね。まあコントロールはできますよね。一人もしくはね少人数でやるならやるでね、いろんなアイデアはあると思います。だね、そういった食洗機を導入して、そういったね機械に助けてもらうこともありましたりとかですね、下準備を充実することによって、まあ、実際営業時間始まってからもねシンプルに営業ができるということもありますのでね、まあ、極端な話ね、食べ物を大量にこう作っておいてもう出すだけにするということもできますよね。で仮に暇だったとしてそれを廃棄することになったとしても、まあ、人件費のことを思うとね、もう随分安くで済むという考えもまあ、あると思います。まあ、そういったね工夫をすることによって大きなお店でも少人数でやっていくことができると思っておりますので、まあ、僕の中ではですね、ですからもう今からねバーをされる方、やっぱりね大きい店舗すごくいいなと思います。まあ、コロナ禍なのでね、ここから先どうなるかによってまあいろいろあると思うんですけれどね、やっぱり大は小を兼ねるというのもあります。東京とかね、まあそういったものすごい家賃が高いところでしたら無理な部分もあると思うんですけどね、そうじゃない場合はまあね、大きなお店ちっちゃなお店どうしようかなって考えてる場合はですね、声を大にして言いたいやっぱり大きなねお店っていうのは随分有利に働いてくると思うんですね。はい、そのわけでですね、広い店舗の魅力、メリットデメリットについてお話しさせていただきました。というわけで今日もご視聴いただきましてありがとうございました。